リストの巡礼の年というピアノ曲集は、村上春樹の小説のタイトルにも引用されたりして、だいぶ知名度が上がってきましたけれども、リストがあちこちに旅をしてですね、その印象を曲にしたものが中心になっていまして、かなり長い期間をかけて成立したんですね。4つの巻にまとめられていまして、第1年、第2年、第2年のホイ、第3年という。で、全体はかなりこう、高尚な内容の曲が多いんですが、第2年のホイ、これはヴェネツィアとナポリというタイトルがついているんですが、ここだけはちょっと世俗的な内容なんですね。今日はその中からタランテラです。南イタリア起源の非常に早い、踊りの曲で、このシリーズでも何回かね、取り上げていますけれども、この曲は真ん中の部分にカンツォーネという旋律的な部分がありまして、リストの超絶技巧があちこちで炸裂するような、大変難しい曲になっております。Thank you.
一言でタランテラといってもいろんなタイプの曲があるんですけれども、共通しているのは、タンタ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 ンというこう、スキップするようなね、リズムが、出てくるのがタランテラの特徴なんですが、このリストのタランテラにはあんまりこのリズム出てこないんですね。ですから、典型的なタランテラというよりは、そういう名前を借りて、リストのね、特に、ドーン連打の技巧を、見せる、ちょっとしたエチュードみたいな、性格がありまして、この曲はとにかくこの連打がどのくらい早くできるかというのの、競い合いみたいになっておりましてですね、今日の演奏は、だいぶこれはゆっくりめだと思います。皆さん、この 1.5 倍ぐらい早いテンポで、弾いている動画がだいぶ YouTube なんかにも上がっていると思いますけれども、実は私、この曲は、今日初めての初心者でありまして、ちょっと今日はこのくらいの安全運転で、ご容赦いただければと思っております。